昨日、感染者の数は3日ぶりに前の週の同じ曜日を下回りました年代別では30代と50代が26人と最も多く次いで10代と20代が21人となっています入院は79人で重症は1人 病床使用率は10.3%です。県は引き続き感染対策の徹底を呼びかけています。